はいどうも。えっ、ー、と、今回はですね、奈良県警がですね、パチンコ屋の窓ガラスをですね、バーンと割った人をですね、えー、んその時じゃなくてですね、後々に緊急逮捕したんですけど、奈良地裁はですね、えー、緊急逮捕を認めなかったよ、みたいな、えー、お話があるってことで、えー、警察とですね、裁判所の足並みが揃わなかった、みたいなとこですかね。 はい、えー、でパチンコ屋のですね、えー、ガラス、えー、を、えー、割るには割ってですね、したんですけど、うーん、で、本人も認めてるんですけど、えー、警察のですね、あの、緊急逮捕っていうのは、どう、どういったところなのかなやりすぎっていう判断で、えー、認められませんよ。勝手なことするんじゃねえよ、みたいな。 そこですかね。ええー、その、警察と裁判所だったらですね、力関係が全然違うんで。多分まあ喧嘩すれば警察官の方が強いでしょうけど、え力関係だと多分、えー、ライオンと猫とか、そんな感じ。ちょ、違うか。言い過ぎた。違うな。ええー、やめますか。ええー、やめる判断にしました。 はい、えー、っとですね、パチンコ屋のガラスをですね、こ大和郡山市ってあれじゃないか。奈良県警が、なんか犯人の人の頭ヘッドショットかなんかして撃ち殺したとこじゃないか。なんかそんな動画も撮りましたけどね、えー、ガラスを割ってですね、器物損壊で、えー、っとですね、その日じゃなくて、後、次の日かなんかにですね、緊急逮捕、お前が犯人だろうってことでですね、 バーンと逮捕したんですけど、えっ、ー、と、奈良地裁はで、で、えっ、ー、と、緊急逮捕なんで、もう逮捕しちゃったから、逮捕状出してって言ったらですね、えー、奈良地裁の方がですね、何言ってんのみたいな感じでですね、逮捕状なんか出さないよ、お前ら勝手にやればいいじゃん、みたいな感じで、蹴ったっていうお話ですかね。で、えー 緊急逮捕って結構珍しいんですね。えーっとですね。そうですね。えー、まあ、殺人とかですね。強盗とかですね。なんかものすごい悪いことしたらいいですよとかですね。逮捕の理由ちょっとわかんないな。緊急性。緊急性も多分そんなないんで。で、器物と、パチンコ屋のガラスを割って、 な、どうやって終わったかちょっとわかんないですけど、パチンコ玉を投げたのかなで、逮捕の理由も、どうせお前らが逮捕したかったから逮捕したとか、そんな感じでしょみたいな、ところなのかなで、手続きの、やる暇がちょっとなかったんだよね、とかですね。逮捕もう、絶対必要だったんだよね、とか、多分、えー、イメージですよ。ちょっとイメージですけど、全部当てはまらないと、 多分緊急逮捕は多分やっちゃダメなんですね。イメージですけど。で、そんなパチンコ屋のガラスを、え、何割ったらしいみたいな感じの人をですね、無実の可能性もある人をですね、えー、バーンと逮捕してですね、お前ら何やってんのみたいな。勝手に、勝手に逮捕すんじゃねえよ、みたいな。ところで、えー、奈良地裁がですね、 いや、奈地裁はあれか。えっ、ー、と、奈地裁はですね、えー、まあ普通に考えると緊急逮捕はちょっと、えー、おかしいことやってるんでダメですあの、逮捕状出し,出しませんよ、みたいな感じですかね。な、地裁もですね、これで逮捕状出したら出したで、多分、あの、奈地裁何やってんのみたいな感じに話にもなるかもしれないんで、おそらく普通に冷静に判断してですね、えー、警察の方がおかしいことをやってるんで、 逮捕状出しませんよっていう判断でしょう。はい。まあ、えー、まあ、コメントをちゃちゃっと見て終わりますかね。えっ、ー、と、犯行後に実際逃げてるんだから、同窓の恐れはあるじゃん。はい。却下。えー、この地裁の裁判官は他の同様の却下。なぜ地裁は却下したんだ却下。えー、 最近の裁判所の判断はおかしすぎる。廃、はい、却下。逮捕状の発布しないなら、しないでいいけど、はい、却下。<laughs> 逮捕について裁判所の令状が必要とされるのは歴史的に何の根拠もない。不当な逮捕が普通に行われていた時代があったので、捜査機関でない裁判官がチェックするようになったのだと思います。だそうです。 緊急逮捕状の請求は撤回が許されないため、要件を満たさないと判断された場合は却下。で、えー、却下ですよ、ということで。はい、まあ、えー、簡単には、えぇ、ー、警察官がですね、勝手なことをしたから、えー、裁判所がですね、勝手なことをしても、えぇ、ー、よかったんだよっていうお墨付きをですね、えー、あのさ、裁判所に警察がですね、くださいって言ったらですね、えぇ、ー、 えー、そんなお墨付きはですね、あげられませんよって裁判所はですね、えー、却下したっていうだけの、あれなのかなってとこで。はい、ちょっとですね、えぇ、ー、七地裁がどういう意味合いであれなのか知らないですし、多分何にも言わないでしょうけど、パチンコ屋のガラスを割った程度でですね、緊急逮捕は、えー、何やってんのっていう判断なのかなっていう、 イメージですってことで。はい、今回は以上です。